古川、早苗さんとおっさん、今頃お前がいなくなって心配してるんじゃないか。一応断ってきましたから、今夜はふーちゃんのそばにいますって。おっさん、どんな顔してた？ふーちゃんの名前を聞いたらまた何か思い出しそうでした。何もかも忘れてしまったわけじゃないんですね。透き通る夢を見ていた、柔らかい永遠、風のようなかすかな声が、高い空から僕を呼んでいる。その時はその時だ。おい、気が早いぞ。もう我慢できないです。お前本当に子供だな。背が低いだけです。中身は岡崎さんより大人です。興奮しながらおもちゃを開封してるやつに言われたくないぞ。頭で分かっていても手が止まらないんです。岡崎さん、あ、なくなりました。この帽子、こっちだよ。ふうこの宝物を取らないでください。大人なら我慢してみろ。ふうこ、瞬間的に子供になります。おふうちゃん、岡崎さん、帰ってください。若さ、今今だけ子供だったんです。許してください。いいから早くどけ。重い。年は俺と同じなんだろう。ちょっとは大人になれよ。岡崎さんの方が子供です。大人だったら親しい女の人のことは名前で呼ぶものです。なんだその飛躍した話の展開は。ゆうすけさんはお姉ちゃんのことを名前で呼んでます。お姉ちゃんもゆうくんって呼んでます。二人とも大人です。俺だってふうこって名前で呼んでるぞ。ふうこが言いたいのは渚さんのことです。え、お二人とも仲がいいのに名字で呼び合うなんてよそよそしいと思います。大人なら自然にかっこよく下の名前で呼ぶべきです。理屈になってないって。そうです。そんなことをいきなり言われても。では試しに呼んでみてください。岡崎さんはちゃん付けで、渚さんはくん付けで言ってほしいと思います。せーの、はい。なぎ、ともやくん、なぎさちゃんだ。言えるか。私もちょっとこれは耐えられないほどの恥ずかしさです。ではお二人ともふうこより子供だと確定です。待て、せめて呼び捨てにさせてくれ。今日やともよにはそうしてるんだから。では呼んでみてください。なぎさ、この方が抵抗ないな。はい、私もです。でも私が呼ぶのはもう少し時間をいただかないと。それで妥協しましょう。なんでお前がそう偉そうなんだよ。
フーコは渚さんも岡崎さんも大好きですから幸せになってほしいです。お姉ちゃんとユウスケさんみたいに。おい。はい、できました。似合いますか、似合いますか。それをつけさせたら日本一だ、間違いない。本当に可愛いです、ふーちゃん。そんな、照れます。日本一です。今からそんなにはしゃいでどうすんだよ。結婚式はあさってだぞ。あの、今から前祝いしたらダメですか。前祝い？結婚のですか。本人いないじゃん。いないとダメですか。いいえ、構わないと思います。私たちだけでお祝いしましょう。そうだな、1階に自販機があるし、家庭科室にはマッチくらいあるだろう。もう最高です。お前、それかぶってはしゃぎたいだけなんじゃないのか。決してそんなことはありません。それではご賞はお願いします。お姉ちゃん、おめでとう。コウコさん、おめでとう。伊吹先生、おめでとうございます。耳、キーンってしてます。フゴ、頭にテープついてるぞ。うん、あの、岡崎さんもです。ん、プル、あ、いや、渚、お前もだぞ。あ、はい。フーコ、寒くないか。もっと固まりましょう。おしくらまんじゅうみたいであったかくなります。団子大家族です。こうしてると本当に家族みたいだな。そうですね。こんな場所で寝てるんだ。岡崎さん、あ、ここって俺たち、昨夜学校に泊まったんだっけ。そう、みたいですね。演劇部復活の方法を考えてそのまま寝ちまったとか。そう言われてみるとそんな気がしますけど、でもこの様子は。しっかり眠っちまったらしいんだ。こんな言い訳が通用するか。アキオさん、お父さんと言いたいところだが、どこかに泊まるってことは昨夜聞いてたような気がするぞ、娘よ。私もです。何か大事な用があるから今日は帰れないって聞いたような。あの、それどんな用だったか覚えてませんか。それが不思議なことに覚えてないんです。なんだかやたらとイライラするぜ。おっさんじゃないけど俺もずっとモヤモヤしてる。思い出せない何かがとても大切なものだったんじゃないかって。岡崎さん、
見てください、これ。今朝、部室にあったよな。私の部屋にもあったんです。どこで手に入れたのか覚えてないんですけど。見てると落ち着くんです。岡崎さんはそんな気持ちになりませんか？何ぼーっとしてるの？何かを思い出そうとして。何かって何？それがよくわからない。ああ、暇なのね。ねえ、明日の日曜付き合いなさいよ。亮と一緒に買い物に行くの。明日は何か予定があったような気が。何よ、その曖昧な逃げ方。逃げてるわけじゃない。明日本当に何かあったような気がするんだ。とても大切な用事が。そうか、お前もか。はい、明日何か大事なことがあった気がするんですけど。きっと何かがあるんだ。それを思い出そう。小村先生、何してらっしゃるんですか？見てわからんかの。誰か結婚するのか？不思議なことを聞くの。その若さでもう記憶力が衰えたか。あんたに言われるとマジへこむぞ。これをよう見て思い出してみ。コウコさん。伊吹先生。お前たちの頼みで明日この学校で式を挙げることになったんじゃろうが。そうだ、そうだよ。私たち、こんな大切なことを。古川、俺はどうして高校さんを祝ってやろうって思ったんだろう。また不思議なことを言う。そういう間柄であるからじゃろうに。岡崎さんに伊吹先生を紹介したのは私だと思います。でも私たちのことをつないでくれた人が他にもう一人いたような。もう一人？それは伊吹先生の妹さんではないかの。妹？それではの。伊吹先生の妹さんって、あ、フーコちゃん。そうだ、フーコ。お前、ふーちゃん、ずっと俺たちのそばに。はい。最悪だよな、俺あんなに忘れたくないって思ってたのに。最悪じゃないです、自然なことです。そんな寂しいことを言わないでください。俺たちずっとお前といたいんだ。一緒にいましょう、ふーちゃん。結婚式までずっと一緒に。はい。それにしてもいい天気になってよかったですね。学校で式を挙げるのは神父の方のご希望だそうですが。生徒は誰も来ていませんね。でも岡崎さんと渚さんはここにいます。指輪の形には二つの意味があります。一つは永遠、もう一つは完全。その指輪を交換することにより、二人は生涯お互いに誠実であることを約束します。では、私の言葉を復唱してください。私はこの指輪を、私の永遠の愛を誓う印としてあなたに贈ります。校門に先回りするんだよ。誰よりも大きな声で見送ってやろうな、ルカ。はい。岡崎さん、これは
プヒプヒプヒ今日藤林お前ら買い物に行くんじゃなかったのかプヒプヒうんそのつもりだったんだけどねえ朝起きてこれを見たら結婚式のことを思い出して絶対にお祝いに駆けつけなくちゃって気がしてえっ角原来てくださったんですかなーに暇だったからねあちらさんご一行もやっぱりお前も来てたか娘よほんと当日になるまで結婚式のことを忘れてたなんてどうかしてましたはあ、届いたお前の思いちゃんとみんなに残ってたんだ信じられないですよかったなんいつか風子が話した岡崎さんの夢覚えてますか夢人手祭りの夢です風子が一人で浜辺で遊んでたら岡崎さんが手を引っ張ってくれました一人で何やってんだ今日は人手祭りだぞって岡崎さんと渚さんに出会ってからは本当にそんな毎日でしたいつも楽しい場所に風子を引っ張って行ってくれて毎日がお祭りみたいでとても楽しかったですありがとうございましたふうこ楽しかったですお岡崎さん、なぎさちゃんここさんどうかしましたかなんだか悲しそう聞いてください、ココさん。こんな風景を待ち焦がれていたやつがいたんだ。こんな日を目指して頑張ってたやつがいたんだ。たった一人でココさんへの祝福をたくさん集めたやつが。俺たちはそいつのことが好きだったから。本当に好きだったから。岡崎さんと渚ちゃんはずっとあの子と一緒にいてくれたんですね俺たちがあいつといたのは楽しかったからただそれだけですここに集まってる奴らも同じですだからコウコさんあいつの思いの分までどうか幸せになってくださいくれたんだと思いますそれが届いたんです私たちが幸せな気持ちで居続ければきっとあの子も幸せな気持ちでいられるって
今ではそう信じられます。聞いた？2年前に事故に遭って意識不明になってる生徒の噂。こないだ結婚した伊吹先生の妹さんだそうですよ。その妹さんもとっても可愛いって。それ誰が言ってんの？噂よ噂。でもさ、なんかそんな気がしない？可愛くて一生懸命でいつも学校の中走り回ってそうなさ。うん、確かにそんな気がするね。でしょ。ねえ、さっきから気になってるんだけど、それこれいつの間にか部屋にあったんだよ。どこで手に入れたか覚えてないんだけど。でもこれってあれだよな。はい、あれよね。人で。どうして知ってるんでしょう私たち。ん？ちょっとあんたも寝てないで会話に参加しなさいよ。トモヤ、いつの間にか校内はその女生徒の話題で持ちきりとなっていた。純粋で一生懸命で校内を走り回る、そんな女の子のイメージだった。そしていつからかみんなが待っていた、その女の子が目覚める日を。俺も間違いなくその一人だった。そしてその日はいつか。もしよろしければ冬子のお友達になってください。それでも泣かないといけないときは泣くんです。渚ちゃんいじめっ子？